廃止前の駅舎1977年の奥行き薄駅と周囲約500メートル範囲。上が中市別方面。左中央から駅前道路に向かって別海村営駅道風連線の軌道跡と転車台跡が残っている。道路の手前の建物のあたりが停車場でさらに貨物用軌道跡が道を横切ったあたりからカーブを描いて駅前に向かっているのが見て取れる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成奥行き薄駅は北海道の付郡別海上奥行きにかつて存在した北海道旅客鉄道私別線の駅である。電報略号はお湯。私別線の廃止に伴い1989年4月30日に廃駅となった。 かつては、別海村営軌道が当駅で接続していた。当駅が所在した地名より、地名は、アイヌ語の、ウコイキウイに由来する。この地で、ネムロポロモシリ村のアイヌと、アッテシのアイヌが戦をしたとされることによる。貨物及び荷物取り扱い廃止までは、島上の一面一線の端式ホームと、駅舎とホームの間に、貨物積み下ろし線一本。 およびホーム外側に厚い床側から引き入れた留置線を有した。駅舎は構内の西側にあって地面に直接建てられ、ホーム中央の駅舎側に設けられた階段へ、線路を横切る形で連絡した。駅舎横の中市別寄りには、ホーム上の貨物積み卸し場が設けられていた。貨物及び荷物取扱い廃止後は、貨物積み卸し線が撤去され、 路線廃止まで本線と留置線の構造であった。1963年から1971年まで、別海町上風連までつながる、植民軌道風連線の停車場と、そこから駅前を横切って、当駅の貨物積み下ろし場まで伸びる、貨物要線があった。2021年、別海町教育委員会は、旧奥行き薄駅停車、旧国鉄奥行き薄駅、 旧別海村営機動風連線、奥行き停留所などが集中する、約23ヘクタールを、奥行き薄史跡公園として整備する方針を固めた。JR 3線今月末廃止。北海道新聞。道内町大3線廃止バス転換から一年転北線なよろ本線、市別線。北海道新聞。AB、旧 JR 市別線奥行き薄駅舎別海町。 有形文化財に指定。北海道新聞。アイヌご知名リスト園おにし P21 から 30P。アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月20日閲覧。先婚写真館簡易軌道再び光産業遺産選定だが、多くは、錆だらけ。北海道新聞。奥行き地区23ヘクタール。 史跡公園に、別海町脅威方針分解散まとめ観光名所か、北海道新聞2021年6月1日、2021年6月2日、閲覧。ありがとうございます。